you mm -hmm. 皆さん、こんばんは。<coughs> ドル円落ちましたね。ドル円が <coughs> すごく落ちてます。<coughs> <coughs> まあ、一分足ですけどね。まあ、4時間足に直してもだいぶ下がったね。これ1時間足なんですけど、レンジですね、やっぱり。 レンジなんだけど、あれですね、1個前の山ですね。<laughs> 1個前の山。おちょっと行ってないって感じですね。ここ、開いてますかこれね。うん。 直前,の山直前の山まで待とうと思った人はだいぶやられちゃったんじゃないですかね。まあ実は <laughs> だいぶ見てたんですけど僕もね。まあ昨日とか落っこってきたんだよねだいぶねで。ずっと持ってたんですけどロングをね。でまあ上がったりまた落ちたりして上がってきたんだよね。でも上がんなかったんですよねなかなかね。 ひょっとしたらこれ落ちるかなと。こっちとね、こっちのところで落ちるかなと思って、まあ注意してたんですけど、まあ、夕方寝ちゃったんですよね。夕方寝ちゃってたら落っこってましたね、もうね。落っこして、この辺にいましたね <laughs> <coughs>。足がすごく速くてね。 この辺にいましたねここでまあプチリ確してまあここら辺からのロングですからねプチリ確して今度ショートにいましたねここからねあここっこショートですね <laughs> <laughs> まあ今これどうなってるかというとああ違う違うマイナスになったんですねマイナス100あそう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  この辺からね、またロング入れたんですよ。そうそう、ここもじもじしてるから、ロング入れたんですよね。さあ、ここまで下がっちゃって、400、百万、400万通貨かける25ピップスですね。まあ、100万円、100万円の損失が出たんですが、今144万のプラスですからね。 こ,っからここから、ここがショートですからね。ここですけどね、ここがね。<laughs> まあ、トータル40万円のプラスですかね。<laughs> 寝坊しちゃダメですね、これね。うん、寝坊したらいけなか,かったですね。まそれで今見てるんですけど、ひょっとしたらそろそろ、 プルバックがあるかもしれないですね、これね。うーん、わかんないんですけど、まあ、前回ここですよね。ここら辺ですよね。まあ、ここら辺でまた戻るっていう。<coughs> な全然ありですね。まあ、どうなるかわかんないですね。ここ <laughs> で帰ってもうこの辺でまあ落っこってきちゃってでもやっぱり行ったってのがあるんでね、まあ、これはまあ思いっきり帰ってねこれまで帰ってそこからまあ閉じることもあるからじゃあじゃあねじゃあ面倒くさいんで、まあ、とりあえずここで消したいと、まあ、それは結構なことだと思うんですよねうーん 例えばこう,こう来てこれまでね75位取平均線までまあこれなんかもそうだけどこんなとこまで上がってからねまた下がってくるってなるからそしたらもうめんどくせえなとこまで上げたね下がるんだったらめんどくさいなってことでまあ,いったまあ一旦決済するまあ5分足でねこれプルバック激しいんでねかなり。 これは120、200位ド平均線で反発して落ちて、ここまで落ちたんだけど、ここまで来るからね。うーん。まあ、プレバックが、まあ、26ピープスぐらいあるんでね。いや、結構あるなということなんで、まあ、こう落ちてくるけど、またこれでね、こうやって来たり、まあ、こういうとこまで来たりするとめんどくさいんで。 まあ一旦切れてるってのも手だし、まあでもよく見てみると、まあこのままね、このまま落っこってきちゃうかもしれないね、これね。だいぶまあ年次長かったんでね、あの FOMC の結果が出たし、うーん、まあ全部ね、利上げも織り込み済みでね、ひょっとしたらこのまま、 ま下がってきてるかもしれないねこれねこう年末なんでね。したらまあこのまま持ってた方がいいってことになるから。<laughs> <laughs> まあなんとも言えないねこれね。うん。<laughs> まあちょっとね上上がってくのもめんどくさいので、まあちょっと切っとこうかなと思いますけどね。うん。まあ切るのも。 うん、運だし切らないのも運なんですよね。まあ切った切ったけば <laughs> まあ状況は悪くならないですよね。よく分からないけどね。ただ切らなければ状況が良くなる可能性はあるんだけどね。悪くなる可能性もあるからね。でまあ、まあ、悪くなってきたよねこれね。だからまあきっとこうかなっていうのもあるけどね。 わかんないんだよね、これね。実際問題はね。うん。もうっこうか。うん。まあちょっとその前に、仮想通貨をみ、読 <laughs> みようか。時価総額は、3 9兆円ですね。 十分入って、<laughs> 入ってて、ビットコインがまあ700、705万ですね。うん、まあ760万には全然足りないですけど、まあ十分掲載してもいい金額ですね。インスタリアも,もう52万、はあ。ソラナが良いですね、もうね。うん、ソーラナって言ったらね、知らないですけどね。 まあ、リップルみたいな存在なんですよね。2万7000ですね。まあ、体の値伸びないですね、もう。228円で。そろそろ決済した方がいいですよね。うん。これね、発行、まあ、あの、発行をね約、約束してる枚数が多すぎるんですよ。<laughs> あの、特定講座でね。 特定口座に入金しとけば金利上げるよっていうふうに約束してる口座が多すぎるんですよね。だからちょっと厳しいんですよね、発行枚数がね。将来的にも厳しいですね、これね。この金額維持できるかわかんないですよ。でプルリも136円なんで。ポル <laughs> ケャノット6000円行きましたね。<laughs> で、当時が二十九。<laughs> 30円というこですね。ちょっと下がってきたんで、もう少し下がったらけ最しようかなというとこですね。まあ、昔はね、ずっと持っていればいいって話でね。<laughs> うん、まあ、ただね、これ一つのね、山が壊れるでしょ、 1で一つの山の下りで描けなからまず <coughs> どうせこうなんじゃないのって話だけどね、うん、しかもこの山1個が大きいんですよね山1個がやっぱり100ピップスあるからねなかなか馬鹿にできないですよねこの山1個がね、うん なななかかにできいやー、ずいぶん上がってきましたね、x サコイン、これとかね。ユニスアップ3000円で、チェーンリングはダメ, <laughs> ダメですね。うーん。AXS が上がってるね、すごいね。 V チェーンはダメですね。うん。CRO がすごいね、これ。うん。L ロ,ロンドかも、エルロードもすごいね。うん。ちょっともう。 やっぱ赤毛してるコインはあるのかってまあそうはないわけだけどもまあじわ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 上がってきてるからねアンプとかねうんやっぱりサウンドボックスはいいんじゃないですかねかなり上がってきちゃったけどねサウンドボックスはねうんうんまあこの辺でね 僕はこの辺で買えばいいんじゃないって言ってたから、もっと前か。この辺で,この辺で買ってくださいって言ってたよね。60円とかね。今もう322だから6倍か。うん。エンジン。まあ僕が言った時は買ったわいですね、100円。 100万ぐらい買った方がいいですね。したら、600万になってるから500万儲かったんですよね。かでな。うーん。はい、いいでしょう。どの辺ちょっとここで、ね、まあ、もじついて上がってくるかもしれないから、うーん、まあ、基本的には上なんでね。 基本的に上なんでこっからこっからまたこうやってっちゃうだね、まあ、基本的に上1個つかなかったからね上おにぎり1個空間空いたから下もねまあおにぎり2個空間ぐらい空けてそして上行っちゃうと <laughs> 前座りだよねうん まあそして明日金曜日では雇用統計だからね。ひょっとしたら、ひょっとするかもしれないけどね。うんまあ基本的には、まあ価格まあ物価が高いからね。うん、ただわかんないですね。うん、まあ株式と違うからね、相場っていうのはね。相対して、<laughs> 相対してるだけだからねだからトヨタ株と日産株の比較じゃないからねうんまあ難しいよね例えばトヨ,ト,ヨトヨタ日産っていうのがあってねトヨタ日産がだからトヨタとしてみれば日産に対して上回ってればずっと高いしねうんお互いさ貧弱だったらね スカポンタンでもさお互いのメーカーがねいい,いいものを開発できなくてもさトヨタが日産に混ざってればずっとトヨタの株が高いわけだからね <laughs> ドル円なんてさいつのまにかアメリカも日本もねあの経済的に中国に負けるようになっちゃってきちゃったからさそういう意味ではドル円っていうのは 価値がすごい下がってんだよね <coughs>。あ、下がりましたね、これね。持ってたら下がったから良かったね、これね。170万だもんね。さっき130万ぐらいだったもんね <coughs>。気をつけなくちゃいけないのは、やっぱりここここのところですね、やっぱりね。ここら辺、ここら辺でやっぱ下がってくる <coughs>。アンプレバックで上がるからね。 もう 1>, 1個あるけどここ1個おにぎり1個残してるから今回はおにぎり2個ぐらい残して <laughs> もうそろそろ上がるかもしれない、ね、これねプルバックでねちょ,ちょっとよくよく見てそ,そろそろね前傾姿しますからねうん よし今があ、今でしたねちょうどでしたねあこうしギューッと上ちゃう上がっちゃうと思うんですよねで今日は84万4千の利益ですね昨日は6830円でしたね <laughs> <laughs> まだ分かんないですけどね <coughs>、まあ一 <coughs> 時話見てここら辺まで行くでしょうね。ここら辺までね。ちょっとこのロングですよ、ここからね。まあ、ここからショートで <laughs> ロングリーの怖いですけどね。ロングリーの怖いですけど、ロングですね。ここでロングリーの怖いでしょう。普通はできないですよね。うん、これ辺ですからね。 入れてみようか普通怖くてできないですね <laughs> <laughs> うーん腕ですね、うん、<laughs> ちょっと怖いですねやっぱりねうん <laughs> 今週はね、まあ昨日が文化の日で、まあ皆さんお休みだったんじゃないですかね。まあ僕は毎日休みのようなもんですけれども、今日日経平均は273円上がりましたね。で、2 9 7 9円で、まあまた3万いきそうですね。ただ、明らかにな、なんとなくもう、 株は下がるんじゃないかな <laughs> って感じがありますけどね。 上がってきましたねまああそこで <laughs> これロングでいうのは怖いですよねやっぱりねうーんでまあ反転するからね土ンしないといけないわけですけれどもなかなか1分足とか5分足見てるだけでは土ンできないですよねやっぱりねもう少し。 森を見ないとね。森を見ないとダメですね。そうすると、まあ、もう、こういうとこかなと思っちゃう。もう少し下かなと思っちゃいますよね。でも、ここら辺もあるし。うん。臨機応変ですね。まあ、これも、もうちょっとね、もうちょっと、本当に下行く時、き、あ下行くときあるから。 僕も怖いですね、やっぱりね。<laughs> すごい怖くて。うん。まあ、200万通貨入れてても2万3000とか行くしね。<laughs> 4万とか。大きいよね、これね。まあ、1日4万5万、あっちも取,取れたら楽だもんね、やっぱり。だから、<laughs> ま、レンジ。 ですよね、特にロングっていうのはすごい難しくて、まあ、重力に逆らってね落っこって落っこってきちゃうんじゃないかなストーンってねストーンってなかなかこう崩しながら行くからねこうやってね落ちるときはなんとなくこうスーッと落ちて登るときもちょっとだけでスーッと落ちるんですよね落ちるときはなんとなくまあそんな怖くないんですけど登ると、まあ、こういうときはスーッと登っちゃってますけどね 登るときは結構登るんだよね。うん。で、これね、あのロングリーとはまう、あ、握ってられるかっていうのも、それも怖くてね、よ、う、り、ん、やっぱりストーンとくっちゃうんじゃないかなってね、あの、<laughs> 気持ちもあるんでね。ただまあ、世界情勢。<laughs> に言えば118円かなって1 1あと500ピプス5円はいくかなとは思ってるんですよねうんやっぱこうやって10万とかね話してる間にいい一発で行っちゃいますからね大きいよねやっぱ FX ってねうんお大きいと思いますね 結構怖いんだよねやっぱりね <laughs> <coughs> 10万とか逆,、まあ、逆に考えれば話してる間に10万とかなくなるわけだから、まあ、そういう場合もあるから怖いからさなかなか損切りできなくなっちゃうから、まあ、ここのね口座残の中とかが十分にある状況でや,やんないとダメですよね、まあ、それまではレバレッジを低くしてね 例えばこれ十分の1だけにするとか、まあ、1万5000円利益ねやってた,たとかいうふうにしないといけないですねうん。例えばこれが10億とか100億があればね。まあこう,こうなればじゃ <laughs> っ、ね、待ってね、逆に一瞬で15万なくなっちゃったっしても、あまあ一回で100億あるからいいやってなるけどね。<laughs> そこら辺の気持ちの持ちようでね、まあ、気持ちが揺さぶられてしまうと、まあ、次のトレードはからの次のトレードから全部負けちゃうからね気持ちが全てだから。<coughs> ああドイツ、まあ、ドイツは再拡大してるんですね。ああ1日あたり3万4000人。まずいね。えー、日本だけなんでなんですかね。ワクチンが効いたって感じですかね。人種,人種によってね。ああまあ、もしこれが日本だったら、全然 g o t ートラベルとか。 再開でできないですよねたまたまね、日本人はワクチン効いたから、通常生活とか通常経済に戻るかもしれ, <coughs> 知れない、やったーってなってますけどね、また元に戻っちゃったらきっついですね政治系、政治もきついですね、政治も停滞しますよね。 まあ経済は、停滞っていうか、もボロボロですよね。うーん。あとは、一発奮起してですね、まあこういう状況の中でも、なんかや、儲かる商売、新しいのを考えてやろうと思わないとだめですね。うーん。自分のね、お尻に火つけてね、よしよし、いっ,いっちょ頑張ってやるわ、みたいな感じでね。うーん。 まあネットを使って何かやるとか、なんかいや、そんな面白いのあんのとか、そんな面白いの作ったの俺にも買わせてとかね。うん。あ、下がってきましたね、これね。マイナスになっちゃいましたね、僕もね。マイナスですね。うん、甘かった。甘かった、甘かった。 やっぱここの、ここの線まで行きそうですかね。行く感じ、<laughs> <laughs> 行く感じかなうん。まぁ、あ、ちょっと後で処理しておきますね。上に行けば、あのー、いいなと思う感じですけど。まあ、下に行ったらちょっと、 えー、決済ですね。存疑ですね。うん。ああと今日ま、ま、眞子さんのお父さんが亡くなりましたね。結構続くね、こいのね、やっぱり。学習院大学の名誉教授。すごいね。うーん、まあ。 何歳かな81歳かまだ若かったんですねうん80かでも50歳で死ぬ人も多いからねうんサラリーマンとかね大学の先生でも癌とかになっちゃうとね平気でお墓に来ても死んじゃうからねまあ僕の周りの人もいましたからなかなか。 ななかか難しいよね <laughs> はい今日十11月5日ですねああそっかもう金曜日ですねまあ明日は銀行行ったりしてですねまあ年末 <laughs> あ月末の まあ銀行処理っていうのはもうほとんど終わってるんですけど、まああとちょこっとね、来月のゲッション、ゲッションの処理がいかと一個だけ残っててね、明日はあの松戸の銀行行ってきます。うん、松戸の銀行行って、まあその後昼飯でも食ってですね、まああと自分の家、ちょっと掃除して帰ってくるって感じですかね。 うんまあ、あとはもう年末なんだよねあの、まあ、家族とか母ちゃんのクリ,クリスマスプレゼントですよね、まあ、まあそんな柄でもないんですけどねもうみんな大人ですからねいらねえよって終わりですけどゴミ,かゴミ買ってくんじゃねえよみたいな感じでね言われますけどもまあそれでもねなんかないよりは。 あった方が形になるんでね。うん。プレゼント、まあ、アマゾンでいいか。<laughs> って感じですかね。寂しいですけど。あとは楽天とかね。まあ、僕はアマゾン派ですけどね。うん。まあ、なんかあったかい電化製品がいいですかね。<laughs> ストーブとかね。 まあでも最近は言えなかあったかいんだよね <laughs> <laughs>。実家来ちゃってるしね、僕ね。うん。何も言えねえって感じですよね。まあこれダブル、まあ、ダブルボトムで上ですね、これね。上ですね、これ。だここの75移動平均線があるんで、これをまあぶち抜いていったらもう上ですね。 これもこうやって曲がってくるとおもしろね。まあ、これもこんな感じでいくからね。<laughs> <laughs> これ七十非常に平均線あるんでね。これ青いやつね。これが一番重要ですから。これ、ぶち抜いて上行ったら上です。で、こう、こ <laughs> こら辺で落ちてきたら下ですね。うん。 今は微妙ですねまあでもあれですねなんかやっぱりまあこういう不景気だからこそ いっちゃ勝負してやるぜみたいな気合いが必要ですね <coughs> <coughs>。気合、気合、気合ですよね。<coughs> まあ、エネルギーっていうか、パワーというか、気合、まあ、気合が出ることに時間がかかるからね。うん、なんかもうボケーとしちゃって。 もういいやめんどくせえよってなっちゃうからね。で気合が出てきたら次にアイディアですよね。自分が好きなことなんだっけなとか。ああ、なんかテレビ見てたらこんなのあるから俺もやろうとかね。まあ、最初は真似でいいからやってみようとかさ。え、それでそんな儲かるんだ。じゃあ俺もやろうとかね。うん気合、アイディア、行動ですね。 まあ,あこの気合いの火がさ火っていうか炎っていうのかなこれがどんだけ燃えてるかですよね燃え <laughs> 燃え続けている限りは大丈夫ですからこの火がねこんとこねあ <laughs> <laughs> あと鉄板の上に油引いてさ、じゅう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 焼いてれば大丈夫だから、アイデアをね、これ、サーロインステーキみたいなもんだから、ね行動で行動に移 <laughs> して、まあ、インターネットとかね、全国アニとかやっていけばいいだけだからさ、<laughs> まあ、これは別に人と会わなくてもね、また、まあ、投資関係でもいいしね。 <laughs> 草コイン見つけたとかでもいいしねまあ NFT とか <coughs> NFT 系でね、まあ、NFT ってどうも信用ならないんだけどさなぜかっていうと僕ね電子文書管理士って資格持ってるんだよね、うんまあ、普通の,あの普通の紙の文書管理士も持ってるしね電子文書 の管理士も持ってるし、あとはあの公共のね書類の管理、公文書管理士の資格も持ってるんですよ。ねほんで、電子文書管理っていうのは、暗号処理を使って、ですね電子スタンプを使うんですよね。でその電子スタンプっていうのは、国が発行しているタイムスタンプサーバーがあってね、でそこらへん。 もうね、偽造文章のいいか偽造できないように、その法律でも決められてるんだ全部ね。そういうのを知ってるし、資格も持ってるから、<laughs> どうも NFT って、ね、うさんくさいなっていうのはわかるんだよね。完全にわかるのは技術的にわかってるんですよ。俺、続かねえなと思っててさ、NFT は続かないと思って、誰かの素人の勝手なアイディアだからね。うん だからね、あのー、やっぱ NFT について <laughs> っていう動画も <laughs>、見る気にならないんだよね、ウェブもね。読む気にならないですよね。資格持ってるからね。うん公文書管理士、まあ、公文書管理のコンサルティングやってたからね、経済産業省でね、あの霞が関でね。だよく知ってるんですよ、僕はね。 はい。ということで、まあ、これね、あともう少しでしたら、まあ、決済しちゃう、まあ、可能性高いです。わかんないけどね、ここのとこ75行って、ここをぶち抜いてきたらね、まあ、ロングでずっと持ってますけどね。うん。<coughs> ぶち抜けないで、怒 <coughs> っこっちゃうようだったら、もう決済しちゃいます。<coughs> <coughs> うん それではね、今日もちょっと咳が多くてね、聞きにくい動画となりましたが、こういうところにさせていただきます。また明日ね、やりたいと思いますので、えー、楽しみに待っていてください。それでは、千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたいしました。失礼します。バイバーイ。